かつて人々から言葉が奪われた王国。主人公は言葉を持たない7人の戦士。彼らは共同生活を送りながら、言葉を奪った王が身を隠すと言われる大穴の最深部を目指す。そこは入るたびに形が変わるダンジョンで、多くの強敵が潜んでいる。剣や指、魔法など7人はそれぞれ異なる武器で戦う。拠点に戻れば、手に入れた素材で作物や武器の生産が可能。ダンジョンと拠点を行き来して、7人はどんどん強くなる。聞こえますか？そして彼らを導くのは、王国を思い悲しみに暮れる姫。姫の声は不思議な力で言葉のない世界に響き渡る。7人の戦士たちよ、王はなぜ言葉を奪ったのか。大穴の底で彼らを待つものとは。フレデリカは9月28日発売。